はいはいはい、どうもどうもどうも、始まりました、ゆうご .tv でございます。今日も人生に役立つ情報を配信していきますよ。じゃあ今日はこの歪んだ顔バージョンでいこうかな。それでは本日のお題を読んでいきます。本日も教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。ということで今日のお題は、後回しにしている仕事を片付けると希望が見えてくる、こちらのお題を読んでいきます。しなければならない仕事をリストアップしましょう。しなければいけないにもかかわらず後回しにしている仕事です。心当たりが一つや二つあるはずです。いつやろうかと思うだけでは前に進みません。頭の中で考えていても具体的な計画は立てられません。きちんと紙に書いて目に見える形にしましょう。嫌だな、面倒だなという感情は捨て、とにかく全てリストアップします。仕事がリストアップできれば次の3つのポイントを意識ながら進めましょう。ポイント1、簡単なことから着手する。最も簡単な仕事から始めましょう。簡単なことからの方が取り組みやすく、すぐ片付きます。ポイント2、一つずつ着手する。同時に仕事をこなすのではなく一つずつ着手するのがコツです。一つずつ着手することで集中力が一点に発揮され片付けやすくなります。ポイント3、片付けた成果があるうちにもう一つ仕事を片付ける。仕事が一つ片付くと達成感があります。仕事が大変であるだけ達成感も大きいです。仕事が一つ片付いて気持ちのいい達成感に浸っている場合ではありません。達成感があるうちにもう一つ仕事に着手しましょう。これを繰り返せば面倒な仕事はあっという間に片付けます。今日の格言、しなければいけない仕事を紙にリストアップして一つずつ片付けていく。確かに、それは言えてますね。はあ。俺もいつも明日やろうとかって思ってつい先延ばしにしちゃうんですよね。ちょっと肝に銘じてすぐやらなきゃいけない仕事はその場ですぐ片付けるようにしたいと思います。はい、それでは今日も勉強になりました。ドロン。